4月18日1日の取引を終えました。今日の東京市場は大幅な続落となりました。日経平均株価の終値は572円8銭安い 16,275 円95銭そしてトピックスの方もこちらも大幅下落となりまして 41.25 ポイント下落の 1320.15 で終えています。日経平均トピックスとも 3% を超える下落率になりました。為替相場が今日は終始円高方向で推移していました。ドル円がだいたい1ドル107円から108円台だ。そしてユーロの方がこちら3年ぶりの円高ユーロ安に触れています。このあたり東京市場マーケット株価の頭が押さえつけられたといった一日でありました。日経平均のチャートをご覧いただきましょう。日経平均株価冷やしチャートになります。先週の木曜日に25日線赤い線と75日線黄色い線双方を突破し、金曜日も75日線をキープといった動きでしたが、今日は窓を開けて下落しました。赤い線25日線を終始割り込んでの動きでありました。こちら原油安、それから円高、そして日本では熊本の地震の影響でサプライチェーンが寸断されて、特に自動車ですとかエレクトロニクスなどの工場が止まっているということであります。このあたり企業業績の悪化が警戒されて、今日は終始売り物に押されました。日経平均一番安いところでは下げ幅が600円に迫る場面もありました。こうした今日一日の動きを象徴する銘柄をご紹介しましょう。6723ルネサスエレクトロニクスであります。ルネサスについては、熊本の工場でこちら工場の破損が見つかったということになりまして、生産稼働を停止しています。自動車向けのマイコンの生産が停止しているということになります。ルネサスについては2011年の東日本大震災の際も茨城県のひたちなか工場が止まったということで、自動車向けマイコンが生産できずに世界中の自動車メーカーが生産工場を止めるといった事態に陥ったことがあります。このあたりルネサス、この熊本の地震でも生産停止が続いているということです。今日はこのような大きな陰線をつけて売り込まれています。一番安いところで株価600円を割り込みまして586円と今日年初来の安値まで売られています。同じようにこちらも地震の影響かと思われますけども、保険会社が軒並み安となっていました。8630損保ジャパン日本興亜であります。地震になると保険金を払わなきゃいけないということでありまして、地震保険金が膨らむんではないかと、こうしたことが何かネガティブな連想を誘ったようです。今日このように窓を開けて保険会社の株売られています。損保ジャパン日本興亜もこのように窓を開けて緑の線5日線を割り込んで終えています。地震になると円高になるという傾向強いですけども、こちら投機的な動きの他に、こうした保険会社ですとか、設備に被害が出た自動車エレクトロニクスといったところが、資金を確保すると、円を確保するために実需の円買いを行うと、そうした指摘も聞かれています。有事の円買いといった動き、今日の東京為替市場では顕著でありました。それでは逆に今日ポジティブな動きをした銘柄をご紹介しましょう。5002昭和シェルであります。こちら17日にカタールのドーハで開かれた産油国会合で増産の凍結は見送られました。これを受けて朝方から原油関連売られていたんですけども、昭和シェルこのように長い下ヒゲを引いて戻すような動きと、今日プラス圏に転じて終えています。5分足チャートに直します。朝方このように安いところから始まりましたが、その後一貫して買い戻しが入ると、最後はプラス圏に浮上しておいています。増産凍結の合意はできなかったということで、朝方売られていた原油関連の銘柄5番に切り返す銘柄が数多くありました。以上、東証アローズストックボイススタジオよりお伝えしました。